回ります。後期型が欲しくなっちゃうな。はい、皆さんこんにちは、こんばんは、シムチャンネルのシムヤンです。はい、本日の企画は視聴者さんの愛車をご紹介させていただけるということで、今から視聴者さんのところに向かいたいと思います。で、視聴者さんのお車は GS350 後期型の F スポーツということで、楽しみですね。で、僕の GS は前期型になりますので、そのまあ前期型と後期型の違いなんかも見ていけたらいいなと思っております。それでは視聴者様シリーズやっていきますので、皆様お楽しみにしていてください。僕も緊張してきました。それでは本日もサクッとやっていきましょう。はい、それでは、まあ、今回ご視聴様さんの視聴者さんの方の愛車紹介ということで、今回 GS350 の F スポーツ来ていただきました。で、まあ、こちらの視聴者さんが、まあ、滝くんさんという方で、何回かお誘いしてくださって、ようやく今回お会いすることができました。はい、こちら滝くんさんです。はい、よろしくお願いします。お願いします、はい、今回お誘いくださってありがとうございます。いえいえ、こちらこそ。めちゃめちゃ素敵な車です。まあ、買うまで全国回って探しまくったCPO で買われた。あ、そうです、はい。今回は滝くんさんの、まあ、後期型の GS を、まあ、ご紹介させていただきたいと思います。で、滝くんさんは今回はね、お声のみ出演いただくということで、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お車のご紹介をいたします。はい、それではですね、こちらの後期型の GS の、まあ、変更点の方ですね。僕の前期の GS と後期の GS、 何が違うのかっていうのを皆さんにご紹介したいと思います。まずはですね、こちら見てもらったら分かるんですけども、まあ、フロントバンパー綺麗なスピンドルグリルになってます。で、僕の前期型は純正バンパーの方は、まあ、ちょっとねスピンドルとは言い難いようなちょっとデザインになってまして、 F スポーツはねこういった網やみの感じになってます。普通のねバージョン L とかでしたら、こう横線の方ですねがスピンドルになっております。あと特徴的なのはやっぱりこっちのヘッドランプですよね。三眼の LED のヘッドランプになります。めちゃめちゃはっきりした感じがかっこいいですよね。僕の三眼とはねちょっとまたデザインが違った感じで、まあ、こちらね完全三眼っていう感じ で、ここはデイライトですね。かっこいいですよね。 はい、でこちらはもう F スポーツのねこちらの象徴的なデザインですよね。かっこいいですよね。で F スポーツでしたら、もうやっぱホイールもねこちらのように19インチのホイールはついております。こちらはね F スポーツの専用のホイールになっております。だから19インチはねかっこいいですよね。 この感じがかっこいいですよね。回転しとる感じが。こちらはフィンがついておりますね。こちらは純正では確かついてなかったと思うんですけども、まあ、後でタックスさんの方にお聞きしたいと思います。で、リアの方はクリアテールのコンビネーションランプとなっております。ここのね、僕ここの造形がめちゃくちゃ好きなんですよ。これライトつけたらほんとねめちゃめちゃ美しいっていう感じで、はい、僕はこれリア羨ましいなと思います。で、 F スポーツですので、こちらのようにリアスポイラーがついております。はい、リアスポイラーね僕も欲しいなと思ってます。はい、でこちらはガソリンモデルですので、マフラーフィニッシャーとね、こちらディフューザーね、かっこいいですよね。やっぱフィニッシャー、ここんだけでかいのがやっぱついとったらいいな。やっぱり僕のがねやっぱりのっぺらみたいな感じなんで、こちらシンプルにかっこいいデザインになっております。はい、でこちらの後期からは、まあ、ライト類ですね、そちらの方が LED に変更になっております。まあ、それではねちょっとタキくんさんの方に、まあ、ライト類の方つけてもらおうかなと思います。はい、こちらがヘッドライトになります。こちらのように三眼綺麗に3つついております。で、デイライトがここにありますね。やっぱ三眼ちゃんとついたらかっこいいですよね。もう
はい、リアの方もこのように綺麗なね造形。やっぱりここ横から見てくださいよ、これこのね横のね線がねめちゃくちゃかっこいいんですよ、この造形美が。はい、ハザードランプはこんな感じで、やっぱ LED がついてますね。 LED がついてますね。こちらはまあ流れないタイプっていう感じで、 LED のはっきりした感じがねかっこいいですよね。はい、でこちらのカラーがソニックチタニウムカラーということで、結構ね今はちょっと暗くなっちゃったんですけど、光の当たり具合で全然ね色味がね変わってくるんですよ。こんな感じでちょっと黒っぽく見えたりとか、すごい綺麗なお車なんですよね、このカラーで。ほんとねこういうカラーは男性が乗っていて、まあ、かっこいいカラーだと思います。でこちらパワートレインの方が V 型6気筒の 3.5 リッターモデルになります。で318馬力とね F スポーツですので、まあ、かなりね走りに特化した車なんじゃないでしょうか。はい、それではタクヨさんに質問なんですけども、はい、GS のお気に入りの部分、まあそうです、程よいサイズ感ね。ああ、やっぱり車幅1840、そうですね、全長1880ですね。一枚目ですね。ですよね。僕もそう思います。クラウンクラスの1800でも悪くないかなと思ったんですけど、逆にちょっと小さいんかなみたいな思いますよね。GS 乗ったら、はい、あ、わかります、わかります。LS だったらちょっと、 LS はちょっと違いますね。あと維持費が異様に部品代が高いので、故障した時がもうえげつないことになるので、 LS はなるほど。 GS はまだあのクラウンの部品とか給与できてるので、はい、全然その維持費としては全然違いますね。壊れてもまだ、はい、そうですね、10万ぐらい単位で終わりますけど、 LS の場合は50万とか平気でいっちゃうんで、やばいっすね、はい、維持費の方が。なるほど、ありがとうございます。で逆にその不満点とかってありますかね。はい、これはあんまないんですけど、唯一言えば、ね、はい、数が少なすぎる。あ、もうちょっとお仲間欲しい。確かに不満点って言えるかどうか分かんないですけど、 なかなかそのすれ違うのもあんまりないですよね。まあ、僕もまあフロントバンパー交換してるんであれなんですけど、まあ、買い取る車見たことないですね、まだ。 GS なんか一番少ないグレードではあるみたい。ああ、そうなんですか。センサー数、あの前のリコールの数値、はい、あれじゃないですか、あれでセンサー台数割り切れるんで。ああ、はいはいはい、はい、この F スポーツの FR、はい、200台か300台しか後期、はい、そうなんですか。だからもう数がほとんどなくて、へえ、だからレアもんなんで、逆に言うたらちょっとですね、これこれ自体で、まあ、先ほどちょっとお見せしてもらったんですけど、後輪が少し動くですよねなかなかないですよ、僕初めて見たんで。結構ねサスもね沈み込みとかがねすごいえらい動くなと思ってちょっとびっくりしましたね。ちなみにこれの最小半径5メートル切るときえシエンタが 5.2 メートル、はい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 、これ 5.1 メートルって書いてあるんです。え 5.1? そうそう、番号あ、これ確かに L とか I が 5.3 メートルですよね、はい、それよりも細かくて実質乗ったら5メートル切ってますわ。うわハハ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 ハ。このサイズでそんだけ小回り効いたらもう文句なしっすね。ただバックするときは難しい、はい、え、そうなんですか。曲がるときって徐々に曲がっていくじゃないですか、バックすると、はい、いきなり曲がるんですよ、後輪が曲がってるんで。ああ、はい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 、はい、これに慣れたら楽なんですけど、慣れすぎてしまうと他の車を運転するとき困るっていう、ちょっと面白い車です。はいはいはい、です了解しました。このじゃあ GS をなぜ購入したのか、はい、いやもう体が大きいのでやっぱ大きい車を、はい、っていうのが一番の理由ですね。なるほど。それもセダンが欲しかったっていう条件、2つの条件を満たしてるのがこの GS だったの、はいはい、なるほどですね。そうですね、やっぱ乗りやすいですよね。結構広いですよね、やっぱり中もね、はい、ここももう GS サイズがやっぱり一番
ベストだと思ってます。あとちなみに燃費むちゃくちゃいいです。 3.5 そうです、ね、あの基本的に、はい、あの街中は、はい、私大阪なんで 5.5 とか6ぐらいなんですけど、はい、高速に乗ると13とか行くんで。13ですか。13だからあのハイブリッドでも18とか16とかあるじゃないですか、はい、だからそう考えたら僕こう9割は高速なんです、乗るとき、はいはい、そうすると高速で余裕があるからエンジンの方がええわってことでエンジン選んでる部分もあるんです。はあ、じゃあ最後に一つだけ、はい、この GS の次に乗り換えるとしたら何買います？あ、もちろん IS500。 IS500 あのモンスターをさっきもレクサスのディーラー行って、はい、ちょっと見てきたんです。あ、ありました。あ、でも展示車はあったんです。あ、もう欲しいって言ったんですけどダメですって言われもう反抗して買えないですかね、やっぱり展示車はちょっと難しい、ね、ああそうなんですね。ある程度売ってる店舗も中にはあるらしい、ね、なるほどですね、わかりました、ありがとうございます。はい、今回は視聴者さんのタキくんさんにお車の方をご紹介していただきました。今日はどんどんありがとうございます。いや、こちらこそありがとうございます、うん、もうめちゃめちゃねかっこいい GS350 後期、まあ、F スポーツはねなかなかちょっとないっていうので、まあ、今回ね貴重なお車を見させていただきました。で今回まあ僕がまあ前期なので、まあ、前期と後期のまあ違いの比較とかで今回この動画をご参考にされたらいいのかなと思います。はい、それでは本日の動画もしよかったらと思ってもらいましたらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。